ワールドシリーズ54キロトーナメント決勝戦、クマンドーイペッティンディアカデミー VS タマルトキ。それではただいまより本日のメインイベント、ライズワールドシリーズ2023アンダー54キロトーナメント決勝戦、3分3ラウンド最大延長2ラウンドを行います。青コーナー163センチ、 53.95キログラム、トライハードジム所属、初代ライズフライ級並びに初代スーパーフライ級王者、タマルトキ。心技体全てが整ったタマルトキ。赤コーナー163センチ、 53.7キログラム、ペッティンディアカデミー所属、ラジャダムナンスタジアムスーパーフライ級王者、クマンドーイペッティンディアカデミー。クマンドーイペッティンディアカデミー、勝ってベルトをタイに持ち帰るか。さあ、今年が20周年を迎えたライズ2023年の最後の戦いはこの一戦です。ライズワールドシリーズ2023 54kgトーナメント決勝戦、試合は3分3ラウンドで争われます。日本、タイ、スペイン、フランス、ベルギーから8選手が参加したこの54キロのトーナメント、ついに頂点が決まります。いや、宮城さん、はい、やっぱりすごい緊張感ありますね。ありますね、いや今日一日すごい大会でしたけど、はい、このメインで晴れるこの2人はやっぱり、うん、素晴らしいですね。いや、神がかっている大会、最後の最後はどんなエンディングが待ち受けているか。さあ、試合スタートです。日本のタマル、白いトランクス、サウスポーの構えです。そしてオーソドックス、クマンドーイ。モンギさん、はい、モンギさんはこの試合どんな点に注目されてますか？そうですね、パワーとかはクマンドイ選手の方が多分あると思うんで、そのパワーにどうタマル選手が対応して当てていくのかっていうのが注目してます。はい、サイドキックを出しましたクマンドイです。まあ、マンドコロさん、はい、なんといってもこのクマンドイの、ね、攻撃力がすごいですよね。はい、この蹴りをどう攻略するか。いや、その右やばいな。いや、強気です。ローキック、強いローキック。あのインローで天心選手も多分足痛めさせられましたからね。はい、ですからこう気持ちを切れさせずにいきたいところ、たまる時です。ミドルからやっぱり宮城さん、蹴りから作ってきますね。はい、いや、そうですね、ゴングになった瞬間ちょっと距離遠いなと思ったんですけど、やっぱ熊野井選手、はい、詰めてきましたね。うん、少し踏み込んで蹴り、そして今度はパンチです。多分ちょっと最初はパワーにびっくりしてると思うんで、はい、しっかりここから慣れてどう返していくかですね。はい、ですね。まずはこのクマンドーイがね、VR かましてきました。大チャード二段蹴り、飛び上がってのキックです。どうか、これ左ック。今度の選手もさっきちょっとインロードが蹴っていきたいかもしれないですね。はい、蹴りにくくなると思うんで、うん、結構蹴りの圧力があると思うんで、はい、困りますし、はい、右ミドル、うかつに出せないかもしれないですね。まあ、とにかくこの嵐のような攻撃と言われていますクマンドーイ。嵐が過ぎ去るのを待つのか、それともこの嵐の中突っ込んでいくのか。さあ、ローキック強い。マンドクロさん、このローキックも厄介ですよね。そうですね、ちょっとパンチの距離行きたいですね。はい、まだ蹴りの距離です。そうしたらミドルですよね。おー、いい、いい距離。あ、これさっき出したいですね。はい、たまる手数が欲しい。ローに合わせてパンチ来た。パンチも強いですよね、クマンド。強いですね、速いですね、ハンドスピード。まあ、国際式ボクシングの経験も持っています。左のミドル、どんどん攻撃を出してきます、クマンドイ。右ミドル、ラスト30秒。ジャンプをついてきた。いい、ね、はい、浜野のインロー、はい、そしてミドル、ミドルで返す。残り30秒切ってる第1ラウンド。タマル選手、日本語注意です。サウスポーの構え、自分の距離を作って、ラスト30秒。
ハマる時、あの優勝候補の大崎和樹を下してこの決勝に上がってきましたタモリです。右合わせてきました。これはどうだ。うわいやゴングの後ダウンはありません。ゴングの後ですね。いやでもダメージあるんじゃないですか今。あさあそれでは第1ラウンドが終了いたしました。まあ同じ階級ですしマンドコロさんに印象をちょっと伺いたいと思います。はい、やっぱり蹴りがすごくて、でその蹴りに警戒した後にパンチが来るんで、はい、だからその志郎選手もそれでもらっちゃったんかなっていうのもあるんですけど、今の最後の田丸選手のやつも多分右ミドルとかの後にそのままストレートじゃないですかね、はい、で蹴りの距離だと思ったらパンチが来たっていうことですか。そうですね、蹴りもパンチも強いんで、うん、ガードを知ってるんで蹴りの、はい、やっぱガードが追いつかないですよ顔に。あこれができるのがクマンドーイということになりますでしょうか。さあ門口さんはどんな印象を受けました。まあ、最初はあのクマンドーイ選手のパワーとその最初の出力のスピードに田丸選手があんまりちょっと対応できなかったのかなっていう印象ですね。なるほど。さあ第2ラウンドです。第2ラウンドが始まりました。宮城さん、はい、この第2ラウンドはお互い何に警戒が必要になりますか。まあ、そうですね、やっぱ熊野選手はこの蹴りから作り上げている感じなんであれですけど、やっぱ田村選手はこうカウンターを狙いたい方なんですけど、これもらっちゃうとカウンターが打てない状況になっちゃってますね、はい、なんで、まあ、大崎選手の時みたいにもうちょいサイドステップとかを、まあ、出入るだけなんで、はい、もうちょい横の動きを出せたらなんか一歩違うんじゃないのかなと思うんですけど。なるほど、はい、今前だけの前後だけの動きになってるんですね。そうですね、はい、おいやタフな男クマンドーイ。いやでもマンドコさん今の光ストレート良かったですよ。パンチ当たった。ダメージだ。まだ残ってる、はい、まだ残ってるか。たまるチャンス、チャンス、まだダメージある。右のジャグ当たっています。いやちょっとたまる選手チャンスですね、はい、チャンスがしっかり当てないと、はい、ここは丁寧にいきたいですかね、はい、左ストレートでダウンを取った。いやストレートいいっすよ、はい、うん、あ右で返してきた。クマンドーイ振ってくる。息を吹き返してきた。おクマンドーイの攻撃、たまる見えています。左ストレート右のミドルで返す。そしてロー、いやーここからまた盛り返してくるのがクマンドーイの怖さです。いやー宮城さん、はい、ここから盛り返してくるところがすごいですね。いやすごいですよね、やっぱ攻撃死んでないんで、はい、まあ、でも田村選手まだチャンスだと思いますね、さっきより自分の距離で戦えてると思うんで、はい、まあ熊谷選手これうまいっすね。そうですね、クマンドーイが、クマンドーイ選手も多分一ラウンドも取ってると思うんで、そこまで焦らずに次のラウンドもあるんで、はい、削った方がいいかもしれないですね、はい、やっぱりパンチの距離に入ったら蹴りしっかりインローとか当ててくるんで、はい、そうですね、入りにくいですけどしっかり入ってますね田村選手。ローキックが効いているか。もうどこでもいいから蹴ってる感じですよ、もうカットされようが関係ないですもんね、はい、そうですね、膝蹴ってる、あー熊野のローキック、田村選手もちょっと集中したいですね、うん、はい、でもしっかり戻れてるんで、はい、ブロックいい感じですよ田村選手。さあジャブから、右のジャブから左ストレートを当ててきます。またローです。クマンドーイのロー、残り30秒切ってる。この下散らしてるのがちょっとなんか怖いですよね、クマンドーイ選手上狙って。確かにこのローキックの後ですよね、マンドコロさん怖いのが。そうですね、この後しっかり狙ってくると思うんで、はい、餌を撒いているクマンドーイ、残り時間が少ない第2ラウンド、またローです。ちょっと足力入らなくなってしまいますね、右足がちょっと心配だ。かなりマンドコロさん右足もらってますからね。そうですね、でも今の飛び技も惜しかったですけど、ね、惜しかったですね、はい、さあ第2ラウンドが終了いたしました。このラウンドはダウンを取ったタマル、したがって10対8がついているはずです、かなりでもローキックをもらっています。クマンドーイのローキックをもらったタマル、あこれダウンのシーンです。左ストレートを当てました。綺麗ですね、いや絵に描いたようなワンツーでした。今スローで見たらちょっと足上がってる時やったんかなっていう感じだったんで、まあそうですね、ちょっとダメージは、はい、そんなになかったんかなっていう。確かに熊野の足がちょっと上がってる瞬間でしたかね、はい、でもよく打ちましたよねあこで、はい、少し遠い間合いでしたけども、そこからパンチを送り出しました。
さてこちらのローキックをもらっている玉野の足ですが、宮城さんこの後試合にどう影響しますかね。そうですね、でもなんかこう皮膚というかは骨を削ってる感じで熊野井選手のすねが壊れるか、はい、あの玉野選手の膝が壊れるかみたいな蹴り方してるんで、怖い蹴り方っすよね。最後のラウンドです。第3ラウンドジャブをついてくる玉野。2ラウンドでは左のストレートでダウンを取ったボディストレート、ジャブをついてくる。あーローキックから来ました。クマンドーイまたローダー、おパンチの距離になる。あーミドル、モンビさん、なんかこれパンチ当てる距離にタモリしたいですかね。そうですね、パンチがすごいいい感じなんで、インローだけ気をつけて、はい、気をつけて、はい、出てくるクマンドーイ、おー、左当てます、タモリいいですね、いいですね、いいですね、はい、右のミドルで返します、クマンドーイ、また強い右ミドル出てきます、クマンドーイ、クマンドーイが今度はロー、そしてミドル。タマル選手の左ミドルもいいですけど、ちょっと止まってるんですね、はい、はい、左ストレート、タマルのパンチ、タマルのパンチです、ナイス、はい、さあクマンドーイがこの最後のラウンドどんどん出てきます。うわ、これがクマンドーイの恐ろしさ。すごい返すクマンドーイ、ちょっと宮城さん、はい、この時間帯クマンドイ出てきましたね。そうですね、でもクマンドイ選手がこうやって来た方が多分タマノ選手はやりやすいと思いますね。そうですか、はい、距離が詰まってパンチが当たりやすいってことですか。いらせるんで、はい、やっぱ倒しに来てくれた方がタマノ選手はやりやすいと思うんで、うん、こうやってコツコツ蹴られる方が多分嫌だと思います、ね、なるほど、はい、ローキックもらってちょっと崩れました。タマノもミドル、左ミドルから、そしてボディから顔面膝コンビネーションがいるタマノ、ミドル。マンドコロさん、クマンドイの蹴りどうですか。いや強いですね。でもタマル選手、いや、が根がいいんで、この蹴りだけパンチだけやったらなかなか当てにくいと思うんですけど、はい、つなげて、はい、蹴りパンチとかつなげてやらないとなかなかダウンとか取れなさそう。右ミドル、バックブロー。残り1分を切ったこの時間帯、クマンドイ、いや来てます。かなりこのおーっと膝を出しました。宮城さん、はい、終盤クマンドイがかなりこう積極的に来てますかね。いや、そうですね、でもちょっとまあ自分の中で回転上がってないでやりづらそうな感じは見えますけどね。そうですか、はい、まだこの本来の動きではない。残り30秒を切ります。まあ、門口選手もそうですけど、はい、やっぱ田村選手もやっぱブロックが上手いですよね、なんで当たってる感じがしないんですよ、はい、相手が。なるほど、クマンドイ選手が当ててるようで、はい、なんでそうすると回転が上がっていかないんですよ。ちょっとこう波に乗れないわけですね。そうです、そうです、はい、残り時間が少ない。右ミドルを出しましたクマンドイ、終盤だ終盤だ、どうする、右フック、パンチが止めた、クマンドイ右で返す、クマンドイ左ハイキック、最後タマルの攻撃で終えました。さあどうだ、勝負は判定決着。いやー最後のラウンド、マンドコロさん、はい、どう映りました。最後のラウンドでもタマル選手が完全にポイントアウトするんかなと思ったら、しっかり自分から攻めて倒しに行く姿勢が見れたというか、やっぱりこう決勝戦で勝ち方にこだわってるんかなっていうのはありましたね。ああそうですか、はい、モングシさんにはどう映りました。そうですね、完全にポイントアウトしてもダウン取ってるんで勝ちなんですけど、うん、結構ボディとか当てて効かしたちょっと嫌がった場面もあったんで、はい、それでは集計結果をお知らせいたします。さん、じゃあ注目しましょうか、はい、ジャッジ和田29対28、青タマル、まずタマル、ジャッジ北尻29対28、青タマル、天国の母に届け30対28、世界一を手に入れました。タマル時判定でクマンドーイを下しまして、ワールドシリーズを制しました。いやすごい、やりました。いやすごいな、よかった。今年の最後メインイベントを締めたクマンドーイを下しました。いやー、マンドコロさん、はい、タマルがついに世界一の座を手に入れましたね。そうですね、こう
試合やるたびに最近の試合は全部レベルアップしていってる感じがするんで、はい、やっぱ近距離もできるようになった田丸選手は強いですよね。まあ、対戦経験も監督さんお持ちですけども、はい、どんどんこう変わってきたという感じですか田丸は。そうですね、僕とやった時よりも全然レベルアップしてると思いますし、いや強かったですね。もぐさんいかがですか。はい、2ラウンドの早いワンツーであれでダウン取ったのは本当にすごいと思いますね。あそこがやはり勝負の分かれ目でしたか。そうですね、あれで勝ったと思うんで。そして宮城さん、はい、いかがでしょうか。いやー素晴らしかったですね。優勝トライハード田丸時との記念は令和5年12月16日東京両国国技館にて行われたライズワールドシリーズ2023 54キロトーナメントにて上記の成績を収めたのでその栄誉をたたえここに称します。王者はいかなる時でも王者なければならない。令和5年12月16日ライズコミッション小川清文、ライズクリエーション株式会社代表投資役伊藤隆、おめでとう。まあ、さっき坂東選手が言ってましたけど、やっぱこう近距離ができるようになった田丸選手は強いですね。今まではこうカウンターだけのイメージがあったんですけど、カウンターもできるし自分から攻めれるし詰めてもいいしっていう、やっぱこのワールドシリーズで見れたかなと思いましたね。そのあたりが、まあ、優勝の要因になったと、はい、いうことですかね。まあ、3ラウンド目、今回の熊谷選手との3ラウンド目は特にそうだと思いますね。はいはい、まあ、カウンターだけではなく、そして近い距離でもしっかりと打ち合える、自分の攻撃を当てられる、まあ、このあたり総合力の高さにつながったと言ってもいいんではないでしょうか。ハマる時、優勝賞金1000万円が手渡されます。そして優勝者の皆さんで岩本製作者のためにイベントの日が贈られます。プレゼンターは株式会社ウルフ代表取締役、まあ、本当に宮城さん、2階級制覇からちょっとこの連勝が止まって何かこう停滞していた時期もあったんですけども、はい、見事に田丸が復活を遂げましたね。いや本当そうですよね。もう2世なんて言っちゃいけないんじゃないですか本当に、はい、やっぱり田丸時を、はい、やっぱり今回のワールドシリーズ見せましたし、これからしっかりライズを引っ張っていってほしいなと思いましたね。そうですね、はい、桃木さん、最後の最後まで田丸は攻め続けましたよね。そうですね、最後まで逃げてポイントアウトせずにやりきりましたので、今回多分54キロのトーナメントを優勝したんですけど、この後どうしていくのかも結構気になりますよね。まあ、ベルトも返上して 51.5 のベルト返上してるんで、はい、まあ、体重的にジンとやってもおかしくないんじゃないかなと思って、この辺も楽しみですね。おお、マンドクロさんいかがですか。そうですね、僕はこのトーナメントに出てないんで、やりたい、僕が大崎選手にしっかり勝ってベルト取った状態でやりたいですね。いやー、いろいろと、まあ、ストーリーというのを期待してしまいます。この後の物語が非常に楽しみです。こんにちは、プライハードジムの田丸時です。今日は本当に皆さん最後までこれで応援してくださってありがとうございます。もう本当にもうめちゃくちゃ苦しい試合で、もう1ラウンドの最後の方とかもうめちゃくちゃ効いたし、その2ラウンド目のダウンも本当に皆さんの思いだったり、まあ、お母さんのこともそうですけど、もっといろんな思いがあっていろんな人に支えられて、この試合結果になってなったと思ってるんで、もう本当に感謝しかないです。本当にありがとうございます。で、まあ、この勝利だったりとかに、まあ、かかってくれた、まあ、スポンサーさんだったり、もうジムの方々は、まあ、もちろんそうなんですけど、まあ、何より一番、ちっちゃい頃から、まあ、僕のことだけに、格闘技のことだけに専念させてくれたお父さんだったり、まあ、今は天国で見守ってくれてる強い体に産んでくれたお母さんに本当に感謝しかないです。いつもありがとう。で、まあ、メインイベントとして、まあ、判定であまりいい内容だったとは言えないんですけど、まあ、こうやってライズの
チャンピオンとして一人の代表者として来年もあのもっともっと駆け上がっていこうと思ってるんで、これからも僕に注目してください。今日は皆さん本当に最後までありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。ワールドシリーズ優勝を果たしました田丸トキの喜びの声をお届けいたしました。改めてリプレイで見ましょう。ダウンを奪った瞬間です。左ストレート、いや宮城さん、何度見ても本当にお見事ですね。いや見事でしたね。でもやっぱ1ラウンド目の攻撃効いてたんですね。最後のゴングの後のやつですね。いや改めてすごかったですもんね、1ラウンドね。いやそうですね。でもあれもう本当にあと1秒やってたらイーブンでしたね。そう考えると本当にこの勝負の分かれ目っていうのはもう本当に紙一重と言いますかね、ギリギリのところです。大原さんにもちょっと聞きましょうかね、どうですか、たまる時のこの優勝をご覧になって。いや初めてのメインイベントで本当にたくさんのものを抱えてたと思うんですけど、思いが伝わってすごく感動しました。やっぱりあの思いっていうのはいろんな形で伝わるんですよね。なんか戦ってる姿だけじゃなくて会場を盛り上げようとされてる姿がとても印象的でしたね。はい、さあこのワールドシリーズのチャンピオンベルトが腰に巻かれました。このベルトを腰に巻くことによって宮城さん、はい、今後の活躍、それからこうファイターとしてもね、また階段も大きく上がりそうな予感ですよね。やっぱりトーナメントに勝つってやっぱすごいことだと思いますし、はい、すごい実績にもなると思いますし、素晴らしいですよね。まあ、今ここで一緒に座ってるマンドコロ選手もそうですし、はい、で対抗戦に勝利してタイトルマッチも防衛したモングチ選手もそうですし、もう本当にライズファイターのこれから来年の戦いが楽しみでしょうがないですね。いやそうですね、はい、改めてこの田丸時が引き上げていく姿ご覧いただいております。本当にモミさん、はい、今年2023年のこれライズの最後の戦いなわけですけども、はい、もう締めくくるにふさわしい試合を見せてくれましたね。そうですね、もう大会全体としてもグローリー VS グローリーの試合もライズ勝ちましたし、こうやって最後日本人の選手が世界のベルトを取ってくれて、本当にいい締めになったと思います。はい、いや改めてマンドコロさん、はい、メインイベント締めるって本当に大変なことですね。そうですね、階級も同じぐらいなんで、もう今すぐ試合したいぐらい燃えてきましたねかなり火がついてるようです。マンドコロ陣の心に相当火がついてるようです。でも一回勝ってますもんね。いやそうですけど、まあ、あの時とは違うということですね、はい、そうですね、はい、さあ